どうした？どうした？早い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 。落ち着いて。ちょ、落ち着いて、ビス、ビス。突き進むんかい。ちょっと待って、ちょっと待って。今度やるとこ、ちょっと音量絞んなきゃいけないから、小さく次叩いてみてくんない？うん。うん、行こうか。やりすぎ？ちょっとやりすぎ？ちゃんと叩いてよ。対戦、ちょっとスネアのチューニング調整していいですか？オッケーオッケー。はい、ちょっと待ってもらっていいですか？すいません。あ、了解了解。はい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 。お待たせっす。じゃあお願いします。はい、じゃあ行こうか。ちょ、高すぎんそれ。ティンバレスかなそれ。リスリス、シンバルが小さい。もっとドンってきて、ドン。うるさすぎ。うるさすぎ、今度は。いよいよ。ムーディーに。ご覧いただきました6000。今日のこのプレー6000に関してですね、こういうミスをした人たちをバカにしたりだとか、そういうスタイルの人たちを煽る、そういった意図ではございません。実力が全然足りないのに心だけはイキりまくってた初心者時代の僕が特にやっていたプレー、それが今日挙げた6つなんです。あー、よみがえる。今日挙げた例の中で、あえてそのスタイルを選んで意図を持ってそのプレーをしている場合っていうのは、当然それはミスでも何でもなく一つのスタイルです。なのでチューニングを高くすること自体がダメなんだ、シンバルを小さく叩くこと自体が絶対ダメなんだっていうことでは決してない。これだけは今一度念をしてお伝えさせていただきたいと思います。これね、あー、わかる、これやっちゃうよねとか、うわー、うちのドラマ来そうだった、ウケるとかあったら、どんどん感想を教えてほしいんです。
ですよね。あとはこんなことやりがちだわとか、こんなプレーやらかしてしまったわっていうのあったらどんどん教えてほしいんですよね。今日みたいな感じで僕の動画のぜひネタにさせてもらえたらめちゃくちゃ嬉しいです。今日の動画ためになった、面白いと思っていただけた方、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。またお会いしましょう。バイビス。